なんかそんな変な不審者につけられたことがあるなんていう人いませんか。これ刑法犯の認知件数、罰の数だけ事件があります。被害者の年齢が10歳から25歳、中学生、高校生、大学生ぐらいに絞ったものだけです。お腹空いちゃったんでセブン寄ります。今日は何々店です。パシッ写真載せますよね。こいつこの時間ここ通って帰ってくる。相手に情報を与えてるようなものです。載せるのであれば自分がどこに行くか、どこにいるか分かってもいいような写真を載せてほしいな。いやー、今日は一人で真っ暗い道帰ってきたのに怖かった、うち着いた、でうちの中で書き込んでください。そうすれば見知らぬ男が待ち伏せしているようなことはなくなると思います。教えていただいたの鍵を閉めるとか簡単なことで多分命を守られたりするんだなって思ったので、なんだろう、なんか普段できることはやらなきゃいけないなっていうのは思いました。自ら防げることっていっぱいあるんだなっていうふうに感じて、あの帽子は自分自身で対策していかないといけないんだなっていうふうに感じました。どうしても自転車盗であるとか、あるいは軒下に干した下着が盗まれてしまうとか、あるいは自宅の中に入られてしまうという犯罪が非常に多くなっております。それを防ぐためには鍵かけをお願いします。鍵を開けたら鍵を持ったまま中に入ってドア閉めてロック、これは一連の動作として覚えてほしいなと。